いやでも催眠術ってか普通にロフマオ塾の企画面白いよなと思いますね。え、どうなんだろうと思いながらいつも収録進めてますけど、でもさ、そのバルツは芸人集団ってめちゃくちゃ言われてましたけど、バルツは芸人なんやろうなみたいな思ってたんだけどさ、ロフマオとかいうさ、もっとやばいさ、体張りユニットができたせいでさ、バルツがアイドルに繰り上がったよな。バルツでアイドルやるしか選択肢がなくなった。よもや繰り上がることはあるのか、アイドルに昇格することはあるんだと。アイドル番組とかにしてください、バルツでやる番組は。でもなんかあーって感慨深くなった部分があってさ、デビューの時のさ画像があったじゃないですか、デビュー動画みたいなのあったじゃん。あれとこの間3人揃って前向いてスクショ時間みたいなのにさ、構図がめっちゃ一緒でさ、別にさ表情そんなに変わってないのにさ、なんか1年半のさ、なんていうのをこう慣れじゃないけどさ、1年半やった感が表情に出ててさ、あーなんか時間経ったんだなっていうさ貫禄。いやなんかおのおのがおのおのいろんな個性を出してやってきた感が出てたのをちょっとなんかあーって思ったね。そろそろコラボ頼む、やりたいねって話はしてるけどね、新章で一回横並びにしたいみたいな話はしてますけどね、ちょっとなかなかさ、スペラ大会とかあるからさ、若干合わなくても12月になるかな、やれるとして。スペラ大会までは20日まではちょっとみんな全員忙しいじゃん、全員出るから。20日からね、引っ越しまでの間は余裕があるんだけど、引っ越しが始まるとまたちょっとごちゃごちゃしちゃうっていう話をして、引っ越しまでの期間は他メンバーがちょっとね予定が詰まってるみたいな感じだったもんね。まあでも横並びしたいよな、3人でやるゲームなんかいいのあるかな。結局エペックスとかになりそうだけど。